まずあのまあ自公で協議を続けていた、はい、で慎重姿勢だった公明党がこの合意をしたという背景、はいはい、ここにはどういうことがあったのかこれをまず教えてくださいはい、えー、こちらをご覧くださいあの与党協議の中でまあ編み出されたと言ってもいいんでしょうけれども武力行使の要件のその一節になります、えー、自衛権を使うための条件とも、えー、言えるものなんですけれども。 今回の憲法解釈変更の閣議決定のですね根幹をなす考え方なんです、はい、で、これで事項が合意できたということが今回の合意の最大の要因なんですえ公明党は当初憲法解釈を変えることには慎重でしたできるだけ個別的自衛権を逸脱したくないというところで議論したかったんですで、この要件のこの文言ですねえ我が国の存立が脅かされ国民の生命自由 幸福追及の権利が根底から覆される明白な危険があるこれが入ったことが決定的に重要だったんです、はい、でこのこと、ですねあの山口代表の言葉を借りますと我が国が武力,攻撃武力攻撃を受けたことに匹敵するぐらいの限定的な集団的自衛権であるとはは、まあ、つまりです、ね、限りなく個別的自衛権に近いものと評価しているんです。 つまりこ、のこの線で公明党内も説得し全国の支持者にも説明することができるということで最終的には歩行を収めたんですねこれ最初の部分の我が国がこう武力攻撃を受けたことに匹敵我が国が武力攻撃を受けるということはこれを反撃するためには個別的自衛権ということでこの,この文言は限りなく個別的自衛権に近い。 集団的自衛権、はい、そういうことですか。そうです